はい、どうもお疲れ様でした。今日はですね、課題の提出をいただきましたので、シートを何枚か回答していこうと思いますえ。早速取り組んでいこうと思いますけども、一つ目のシートはブレイクアウトについて、えー、シートをね、いただいております。えっ、ー、と、画面中央右寄りの方にトライアングルが見えますけども、こちらを抜けて上の方にブレイクアウトしたところですよね。で、こちらのトライアングルの周辺っていうのには、 売り圧力と買い圧力。まあ、ロスカットラインがね、すごく、こう、溜まっているんですよね。ですんで、ここを抜けた瞬間に、そのロスカットが解放されて、で、一部には投資家さんの、おバイとかセルがあ、予約決済されてますからね。まあ、裁量もありますけども、で、上の方に伸びていくって形になります。で、このブレイクアウトってのは、えっ、ー、と、これね、今、トライアングルで特徴がすごく、如実に出てますけども、うんと、買いと売りのエネルギーがね、最初は、 大きく出てるんですけども、だんだん小さくなっていく。これね、あの、潜在的な買いの圧力と売りの圧力が溜まってる状態なんですよね。だから収束の後っていうのは必ずブレイクが起きるんですよ。ですんで、ブレイクアウトを狙って、 これはね今回上の方に抜けましたけども上か下の方に抜けるなっていう風に判断して抜けた方向についていくっていう風うな形にしますそうなるとこの辺りに大きく上の方にボーンと抜けたところがありますよねこの瞬間に気づければいいんですけども、まあ、しばらく後でも十分、えー、これはねブレイクアウト倍の方についていけばかなりね、えー、上昇利益が取れるでしょってことですその際のネックラインっていうのが例えばここに1点あってここにもヒゲ先で1点あってで一番大きなのはここですよね 遅くともここのネックラインを超えた時には、まあ、入っておきましょうということになりますねはい1枚目、えー、ブレイクアウトよく見つけてくださいましたねこれ最近の例ですねこれはねはい次のシートですえー、これはね横ばいはどうなところに出てるでしょうかってことですけどもまあこれはその通りですねえー、と横ばいで横に線引いてますけどできれば、ね、下の方にも線を引いていただきたいかなとこういったところになりますよねで横ばいからあ下の方に抜けたところになります 下の方に抜けたんだけど、まだ戻ってきてるとも言えますよね。だから横ばいを大きく引くと、ちょっとこれ画面の上にね、あの、図が書けませんけども、えー、横ばいに入って下の方に抜けて、また横ばいの方に戻ってきたかなってところですよね。まあこれだから、これも最近ですよね。150円に行くか行かないかっていうところでずっとね、上に張り付いてる、そんなドル円の相場状態になっております。はい。横ばい、えー、これね、このシート横ばいで正解ですよ。 次です。右肩下がりなんですけども、確かにこれはね、瞬間的に見たら右肩下がりなんですけども、まあだから正解なんですよ。正解なんですけども、その後すぐ戻っちゃってますよね。ってことは右肩上がりも同時に回答できるってことになります。まあ一応ね、現象だけ答えていただければ正解なんで今回正解とさせていただきますけども、これシート全体を見た時には、右肩上がりっていうふうにね、回答をしていただければと思います。ですんで、今回右肩下がりの回答をするのには、チャートをね、 この14のところで、14の縦線がありますよね。ここで仕切って、半分ぐらいの画面で、まあもうちょっと短くした方がいいかな。<laughs> 14、従来から14までをこう仕切ってですね、出していただくともっとよかったかなと思います。ちなみに14からこっちの方でシート出していただくと、右肩上がりのシートになりますよね。まあでもね、あの何が言いたいかというと、この1枚のシートの中に、いろんな要素を見出せればいいんじゃないですかってことなんですよ。うん 揚げ散歩っていうのもここにありますよね揚 <laughs> げ散歩いきなり出ますけどそれから N 字がここにずっと出てきてますでここにもレンジがありますよってことですよねここにもレンジがあって下から入ったのが上に抜けていくっていうところがありますまあいっぱいね見いだすところがあるんでえー、あのエントリーポイントをかなりこの図の中でも見つけることができるかなってところです、まあ、だからねこのシートを見て自己解説をしてくださいってことなんですよ 見つけれるポイントが多ければ多いほど、利益を取るチャンスをたくさん見つけることができるってことになります。はい。えー、シート、こちらも正解にさせてもらいますね。はい、次です。期末問題の 5N 字ですね。これ N 字を答えましょうっていうやつだったかな。N 字ね。N 字はここの丸の中に結構出てますね。はい。で、その後大きな窓を開けて、今度は逆の N 字がこっちに出てるということですよね。<laughs> 下がる N 字ってやつです。で、こちらの方は一方的に、 上昇トレンド書いてます、まあ、これは NG というよりも一方的な上昇ですよね。で、こちらの方も、まあ、どっちかというと一方的な下落があって、またこちらには細かい NG が入ってるってことこです。基本的にはね、上昇している曲線の中に、直線の中には NG がたくさん入ってるんですよ。だから時間、軸を変えるとわかります。これは多分1時間だと思いますけどもあの、30分とか15分にすると、さらに NG がたくさん見つかることになると思います。はい、以上補足ですけども、シート自体は正解です。 はい、次です。ブレイクアウトですよね。横一線にあったものが下に抜けた瞬間、多くのロスカットを巻き込んで、しかも新規の売りも入ってドカーンとね、下がるやつですね。はい、ブレイクアウト、正解です。これ分かりやすいですよね、これはね。このブレイクアウト取れたかどうかってことは大事なんですけどもね。はい、次です。 ダウ転換っていうところなんですけども、ダウがどこで転換してるかってことなんですよ。まあ、これはね、えっ、ー、と、ここで転換してる、14の先端で転換してるのと、こちらの JPY の Y のところで転換してるっていうふうに考えてください。まあ、ダウ転換ってね、なんか専門用語っぽく言ってますけども、どこで、あの、売りの流れが買いにあの転換しましたかってことなんですよ。で、それを今度はね、リアルタイムで、あここで転換するっていう風に気づけるかどうかなんですよ。 例えばこれなんて転換のすごくね、ポイントを表しているロウソク足なんですよ。実体が上下の幅がすごく短くって、で、安値圏で下に大きなヒゲ出してるでしょ。この後って大抵そこまで下がっていたものが大きく上がるってことなんですよ。ちなみにこの同じ形がここに出ていてもそうはなりません。<laughs> その場合は上ヒゲが長くて実体が短いやつの場合は反転しますよね。うん、っていうことになります。ちょっと補足でした。 はい、正解です。次、サポートラインのことですけども、はい、これサポートラインなんですけども、プラスアルファで言えることとしたトリプルボトムってやつですよね、これはね。この黒い線は下に抜けませんよってことなんですよ。下に抜けないと。ということは3つ目のこちらのサポートラインで、えー、トリプルボトムを描いた瞬間に、倍で入れれば、ここの上昇利益が取れるってことになりますよね。で、しかも天井っていうのがこの、 先端赤いところになってますよねだからこれはレンジというふうに取られることもできますこれは直近の相場解説でやりましたけどもね、えー、ちなみに上底っていうのはこのポイントヒゲ先を1個っていうふうに指定する方法もありますしここでねあのレンジが作られてますんでここを抵抗体にするっていう形もありますそれぞれのセンスで作ったあ上底過程によって利益が取れる人取れない人分かれてきますので上底過程のね決め方っていうのがものすごく大事になってきます でちなみにこの過程ですよね。下のサポートラインっていうのは間違う人は少ないと思いますね。はい、次です。えっ、ー、と、横ばいですよね。はい、横ばい。これも正解ですね。横ばいということでございます。ちなみに横ばい、ここも横ばいになってますからね。ここで書いていただいても結構です。で、横ばいの場合は、あの、上と下に挟むように線をね、レンジの線を作っていただくともっといいかなというところです。まあ、そういう癖をつけていきましょう。大体いいね、相場のほとんどが横ばいなんですよ。 7割横ばいで、3割はこういった上昇トレンドとか下落タレンドと思っていただければいいんで、チャートを開くと横ばいは必ず見つかるというぐらい横ばいがよく出てきます。はい、正解です。次。えっと、期末の問題で NG ですよね。まあこれも言うまでもなく、だいたい上昇トレンドを書いてるところは NG でできてますんで、これも正解です。まあ明確にね、ここが N ができてますよ。と、ここはネックラインですよっていうふうな解説が入るともっといいです。 一枚のシートにこうやって印をつけてね、NG って書いてもいいんですけども、もうちょっと細かく説明しようと思ったら動画で撮影するってことになります。ここに NG があって、えっと、ここが、あの、おしめのポイントになると。で、ここがネックラインだから、初心者の方はこのネックラインを超えた時に抜けたのを確認して、倍で入りましょうと。上級者はこちらの、まだね、下落途中のどっかで入れるポイントを見つけて、 え、そこで入っておきましょうということです。リスクは取りますけども、その代わり、えー、利益を最大格で伸ばすことができるということですよね。で、中級者の方は、このネックラインの抜ける前のどこかで取っていきましょうっていうふうに、住み分けることができます。で、私もだから、どこで入るかによって、あ、この人慣れてるなとかね、まだもうちょっと勉強中かなとか、あ、これからだなっていうふうに見ることがあります。はい、次は、あー、期末。トレンド転換ですよね。トレンド転換は、先ほどお話したように、ここですよね。 この下ひげが長いやつがあるんですよ。まあこれは実体はそこそこ大きいんですけども、上から落ちてきたやつが、下ひげの長いところで、その先っぽピンセットのね、りみたいなやつですけども、ここが起点になって、これから上昇に向かうよって形になってます。ちなみにここの高根県でのトレンド転換は、髭先のダブルトップによって起きてます。 これもいつか解説したと思いますけども、げ先ダブルトップっていうのがね、見分けれるといいかなっていうのと、実はここにもね、力点があるんですけども、この力点とほぼ同じところでこれできてますよね。だから、あ、この辺りで転換するんじゃないかなっていうふうに、えー、先入観を持ちながらこの上昇を見てるわけなんですよ。ですんで、えー、ですかね、ロスカットが少なくって、根っこから入れるってことになります。まあ私の場合はね。<laughs> はい、レジスタンスラインです。これもいいですね。 これトリプルトップというやつですね。で、先ほどの理屈と同じでトリプルトップがありますから、硬い壁がここにあるというふうにこっちの方にも先伸ばしていきますから、下から伸びたのが大体この辺りで止まるなっていうふうな当たりがつくんですよ。それがだから149円の当たりってことになります。ね。これだから黒線を横にぐーっと伸ばしていただいてもいいと思います。正解です。 で、えー、右肩上がりの図が出てますね。これもだから簡単ですよね。このシート全体を見て右肩上がりっていう風に回答していただければと思います。はい、これも右肩下がりです。これシート全体を見ると、実は右肩上がりになるんですよ。で、この部分を捉えると右肩下がりでしょで、そういう風に、そのシート1枚を見て右肩上がりなのか、右肩下がりなのか、それとも横ばいなのかってことが、あの、ね、表現できるといいかなと思います。うん、次行きましょう。 はい。右肩上がり。これもう文句の付きようがないですね。正解でございます。以上かな。はい、以上でございます。シートのご提出ありがとうございました。